皆さんこんにちは。今焼いてます。おじさんね、今日とっても忙しくて、もうすでに1時を通り回って何時なのかな。まあそんなこんなで今ね、フランクフルト焼いてます。フランクフルト焼いて、もうめっちゃ忙しいからね、これ食パン用意して、でおじさんのね、この時期の定番、これね、家庭菜園で採れたサラダいっぱい入れちゃいますよね。家庭菜園だからね、毎日これぐらいの量は取れちゃうね。もっと多いかな。ね、で、まあもうみんな分かったよね。で、ケチャップです。ケチャップつけちゃいます。で、今ね、あったこのフランクを、どう、めっちゃ焼けてるね、美味しそうだね、バーンと出せてね。でこれをペタンってこのままいただいちゃいます。で簡単男料理ね、これ 2,3 個食えば、まあ、昼から持つから。じゃあね。